インサット1バイトインサットは電気通信、放送、気象、創作救難用にインド宇宙研究機関が打ち上げた一連の多目的の静止衛星である。1983年のインサット -1B の運用開始とともに設立され、インサットはアジア太平洋地域で最大の国内衛星通信システムとなった。この事業は宇宙局と 電気通信局、インド気象局、オール、インディアラジオ、インド国営テレビ放送の共同で行われた。全体の協力とシステムの運用は、インサットコーディネーションコミッティによって行われた。インサット衛星は、インドにおけるテレビ放送や、電気通信のニーズに応えるため、C、S、エクステンディッド C、空など様々な周波数帯のトランスポンダを提供する。いくつかの衛星は、 気象観測用に超高解像度放射系や CCD カメラも搭載している。インド宇宙研究機関はコスパスサーサットに加盟していることから衛星は南アジア及びインド洋地域の救難信号の受信用にトランスポンダを備えている。インサットシステムの最初の衛星であるインサットマイナス1 a は1982年4月にデルタロケットで打ち上げられたものの機能を果たせず、 1983年8月に、スペースシャトル STS-8 でインサット1 b が打ち上げられた。インサットシステムは、インドのテレビ放送及びラジオ放送、電気通信、気象の分野で、ヘキチや島しょ部への急速な普及を促す、等、大変革を導いた。また、衛星は、C、エクステンディット C、空等様々な周波数帯のトランスポンダを提供し、 いろいろな種類の通信が可能となった。いくつかのインサット衛星は気象観測機器も搭載した。コルッポなマイナス1は気象専門の衛星である。この衛星はハッサン及びボーパールのコントロール施設で監視、制御される。インサット計画で打ち上げられた25機の衛星のうち12機が2014年1月現在も運用されている。ありがとうございます。